上田里氏10月30日から1916年7月9日は日本の評論家、詩人、翻訳家、文学博士、京都帝国大学文科大学教授、属籍は静岡県氏族、リュウソ村と合詞とため上田ソ村名義でも執筆活動を行った。1905年に本郷書院から刊行された薬詩集会長音で知られ、 日本に、ベルギー文学やプロバンス文学、象徴派や、高等派の詩を紹介した。会長音に収められた、ドイツの詩人カールブッセの詩、山のあなたより、山のあなたの空遠く、こう住むと人の言う。ああ、我人の広め行きて、涙差し組み返りきぬ。山のあなたにな、ほ遠く、こう住むと人の言う。や、フランスの詩人ポール・ベルレーヌの詩、落葉より、 秋の日の良いオロンのため息の身に染みてひたぶるに、裏話は、現在も、なお名役として、広く読まれている。小説家としても、唯一の小説である、渦巻きを1910年に表しており、強楽主義者である主人公の巻春をは、作者の上田悟氏の経験が、モチーフになっている。また島崎藤村の長編小説、春に登場する、福富は、上田悟氏がモデルである。 日本にベルレーヌの詩やジョリスカルル・ユイスマンスの詩を紹介したのも上田里氏である。旧幕臣上田慶二の長男として1874年東京築地に生まれる。慶二は昌平校教授を務めた受学者の臆骨体験の次男で、映画者で、沼津平学校教授の臆骨太郎をつわおじ。その子で音楽評論家の臆骨サブローワイトコにあたる。 静岡神城中学、私立東京英語学校、及び一校を経て、1897年、東京帝国大学英文化卒、文学史の称号を得る。講師、小泉役もから、英語をもって、自己を表現することのできる1万人中唯一人の、日本人学生であるとその歳出を絶賛されたという。卒業後、東京高等師範学校教授、東大講師、 一高在学中、田口宇地帝に寄附しており、平田と久牧を通じて、北村東国、島崎東村らの文学会同人となり、東大在学中、第一期帝国文学の創刊に関わる。1902年6月、主催誌の芸園と廃刊になっていた森外の主催誌、目覚まし総統合併し、芸文を創刊。その後、外とは家族ぐるみで交際した。 明治大学文学部で教鞭を取っていたが、1908年、欧州へ留学。帰国後、京都帝国大学教授となる。この頃、マント事件によって一校を退学し、京都帝大に進学していた菊池博氏が上田に指示した。1910年2月15日、慶応義塾大学部文学科古門に就任。同年6月、文学博士の学位を授けられる。 1916年7月9日、尿毒症のため、東京市芝区白金山校長の自宅で急生。去年41、海名は含む松陰、民、誉れ竜孫子寺。口述の主な作品に見る通り、ヨーロッパの当時の文芸市長を熱心に紹介し、更新を啓発した。例えば、長井花風は、上田先生などの著述の喚下で、 西欧の風物文物への憧れを持った、よしを綴っている。住所は、京都市上京区岡崎町、東京市芝区白金山校長。学者や海外留学経験者が、複数いる。ありがとうございます。